こんにちは。こんにちは。はい、大阪西成の旅2日目でございますけれども、はい、ただいまですね、時刻がですね、はい、14時半となっておりまして、はい、本日の撮影予定がですね、はい、13時から、そうですね、ですね、はい、13時から西成で今日はお寿司屋さんに行く予定だったんですけれども、はい、ま、このね、西成の旅ですけれども、こう案内してくださってる方と一緒に行ってまして、ね、まあ、撮影許諾とかもその方が取ってくださってるんですけれども、ね、はい、昨日その方に我々呼ばれまして、はい、3時半ぐらいまで、はい、スナック的なところで、そうですね、まあ、その模様をちょろっとあの旅動画の方で出てると思うんですけど、はい、飲んでまして、はい、まあ、我々は3時半ぐらい引き上げましたね。そうですね、そうですね。でもその案内してくださる方はおそらくその後も飲みに行ったんじゃないかと。そうです。で今日我々、まあ俺は10時ぐらいに起きてた。俺11時ぐらい起きてましたね。で LINE したら起きてますよっつって、はい、でその方に LINE したんですけど、記録がつかず記録がずっとつかず、13時からいかがですかみたいな感じで LINE したんですけど、つかず13時半ぐらいにすいません今起きましたと、ね、いうことで、そのお寿司屋さんが昼の部が15時で閉まっちゃうんですよ。そうですね。で夜の部が17時なので、はい、まあ、我々13時ぐらいにも行けるようにスタンバってたんですけども、すいません17時からの部でいいですかってことで、まあ、しょうがないなと。そうですね。なので4時間待ち4時間待ちということで、時間がめちゃくちゃできてしまいまして、持て余してるな、めちゃくちゃ腹が減ってしまいました。予定では13時に行って寿司とか食ってもう帰ってこう引き上げるっていう予定だったので、そうですね、お昼ご飯を食べに行くっていう予定だったんですよ。そうですね。でもお昼今もうね、ペコペコ。そうですね、ないですね。ないのでちょっともう予定、今日旅ってのはこういうもんだから。そうですね。そう、予定変更してもうラーメン食いに行きます。そうですね、大阪の新大阪ですけど、ラーメン食ってちょっと時間潰して、はい、で時間になったら向かおうと思いますので。我々昨日結構飲んだじゃないですか、はい、どうですか、二日酔い的なもん。ああ大丈夫です。強いですね。残なかったですね。でもまあずっと水飲んでたもんね。そうですね、後半の危険を察知して水飲んで水飲んでたわね。俺ね平気だったの。意外と大丈夫でした。まあということで、はい、店長。お、ペパリーゼ。もう今日も戦いですから。おお、これ初めて飲むっす。俺だから乾杯しましょう。乾杯です。これはもうガッといくもんです。旅だ。旅ですね。これ旅の味だから。これダメだ。ヘパリーゼは旅の味。行きましょう。ラーメン屋をインスタのフォロワーさんちょっと聞いて、お、はい、調べたので、はい、ちょっと行きましょう。行きましょう。行きましょう。はい。めちゃくちゃいい天気。めちゃくちゃいい天気だ、店長。300。300行ってくださいよ。300。いいっすよ、余裕っすよ。だってそば食ったんでしょ。そう、コンビニのそば食って、はい、豚まんも食べました。豚まんも食べたんでしょ、はい、でこの後寿司食うっつってんのに、はい、300、300にする。出汁ご飯付きの300、300にする。いいっすよバカじゃねえのこの後寿司も死ぬほど食いますバカじゃねえのバカだ。水効いてるやん。いや、いや、足引いて、もう足引いて。おお、昨日に引き続き。おはようございます。お疲れ様です。お疲れ様です。
昨日すいませんね、引っ張りましょうって。とんでもないです。二日酔いなって思って今日。なりました、やっぱり。二日酔いでした、はい、そうです。まあ、朝まで飲んだんですよ。やっぱそうですよね。あの後絶対そうですよね。結局もう5時、6時ぐらい。いや、まあ。いや、ほんとそう。あとね、自転車の数がえぐい。すいません。次回の感じで久しぶりやこれは。試合が2回、6番ライトでスタメンに入っていた糸井選手のバックスクリーンへの一発のみ。さあ、あさって火曜日の ABC フレッシュアップベース。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね。すごいですね。すごいですね。何飲みますか。とりあえず僕は生をします。じゃあ私は生で、はい、いやいいなぁ。なるほど。本当だ、今度しろさん。ゴブゴブですよ。お疲れ様です。お疲れ様です。ようこそ大阪へ。ありがとうございます。6年にプロカットを開始。前衛的なミュージシャンとして活躍し、デビットボールを提供して、うまいなぁ。来てます、来てます。じゃあ、タイとヒラメください。はい、俺もタイ。カットを象徴するようで、ヒラメが売り切れたみたいです。あら、なるほど。じゃあ、マグロの頬肉の握りを。はい、はい、おしゃれを自動してみたり、炊飯器の蓋を開けると味付ける。うっ、東丸、うん、1967年、このオルガンを使った斬新な工程で世界的なヒットになり、後に続くグループに大きな影響を与えます。あと、島味の作りを、はい、島味の作り、作り、はい、すみません、島貝とハマチください。鳥貝。あ、鳥貝、はい、鳥貝。鳥貝のこと島貝って、さっき聞いたじゃん。やば、島貝って何って言ったら分かんないっていうか。やば、難しいんでやめてもらっていいですか。ちょっと鳥貝このままでいけます。いきなりステーキとかも使えたんですけど、最近値上がりしましたよね、確か。あ、そうなんですか。唐揚げの記憶。本来僕は唐揚げを食べ、薄口醤油と生姜のさっぱり味です。エアーカーで、ミュージカルの中で歌う。削れてる。アルチョやん、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。2曲をメドレーで歌う男性が音楽上映。これも YouTube 出てくるの。出てきますよ。当時の若者の。これも全部使いますよ。共同インフォメーションまで。はい、大丈夫。大西雄介、石田俊介、高橋良平、すいません、はい、ウーロンハイと、ウニの突き出しを。はい、ウーロンハイ。すいません、カニグリーンの。それはそうですね。そうなんかどうなってた店の中に向かって、怖え、ドキドキしちゃったね。あ、そうです、そうです。また気づいたら、あ、見たことある。思うんですよね。いいっすか。すごいな。うまい、うまい、うまい。そうでしょ。ちょっと待て、これで何も面白いから。ありがとうございます。そうそうそう、向こうの思いが詰まってるわけ。そうっすね。なるほど。上官とかにもいろいろとね。ほんともつぶやかかつね。社長で。あとウーロンハイください。自由にユニバを。はい。
拝見してくださいね。途中で俺が入れないから、もう8時半に着くんですよって言ったら、黙っとけって言われて、そうですね。名前聞いてるね。そうですね。なんで空気を入れて混ぜるとか、もうそんな研修生、ごめん、研修生、研修生。そんな混ぜ方も上手いわけでもなくて、歌舞伎町はそうか。転がってるやつ。歌舞伎町は転んで、多分歌舞伎町はもうあんなの。聞いてます。夜はあんな。あれ滑り台できるらしい。どれですか？通天閣？滑り台。3億円。3億円？通天閣が近づいてきた。あれが新世界だ。新世界。すごいね。すごい。お祭り。なんだお祭りだ。これ秋田とかですよね。どれか歩きましょう。ビリケンの足触らんでいいですか。ビリケンさんのね足ね触った方がいいですか。どこ触るんですか。どこ触るんですか。ここです足触ってください。テンション触って金もけ。ザリガニ本場のこれ一味かけるんですね。まだ多分町で食べるのとはまだちょっと違うんだよ。残り10分は待ちます。最高です。大阪最高です。県庁の新月光でギリギリギリ行っちゃいます。もう締めのデザート。デザートを置きました。コンビニで売ってます。意外と出たら中に大丈夫かな。うまい。うまい。どうよ。うまい。まあまあコンビですよね。やばいか。去年の11月から世話になってくるの。また行きましょう。また行きましょう。あのレストランさんの方から大阪の方も今大阪にいるレストランさんに考えてメンバーシップ新番組いますか。そう昭和のその立ち飲みとか行きたい。新番組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 甘やったのに。あ、大阪大阪。